鶴瓶師匠にはすごく最初に、強く注意を受けましたし、注意を受けた後師匠はすごく励ましてくれ、本当に日々の、まあ、飲食というか食料もずっと送ってくださり支えていただきましたね。あとはでもなんかもう一つ僕の中でエネルギー活力にさせてもらえたのは他にもいらっしゃるんですけど、例えばサンドイッチマンのお二人は伊達ちゃんが頑張ってくださいっていうようなメールをくれたらきっとその横にいたと思うんですけど、すぐ富澤君の方からいつ逮捕されるんですかとかそういうちょっとこう突っ込ませようとするメールをこう送ってきて、その度に今ちょっともううまく返されへんわみたいな返し方してたら、突っ込むまで一日中メールでボケてきてくれて、もういい加減せーみたいな感じでやっと突っ込んだら頑張ってくださいねって終わったりして、なんかそういう芸人の仲間が他にもすごく多かったです。でもそれが本当になんかなんて言うんでしょうか、僕には芸人として待ってるでっていうように聞こえて、すっごく支えになりました。2人でやっていきます、はい。で松竹芸能に関しては僕は本当に、こんな場所で松竹芸能さんの言葉を口に出すのも本当に申し訳ないんですけど、まあ変な言い方ですけど、僕松竹芸能が本当に大好きで本当にお世話になりましたし、本当にいい時も悪い時も見捨てずに寄り添ってきてくれた温かい事務所なんです。でそんな事務所に迷惑をかけてしまって今回こうやって退所してしまう事態になったこと自体がこれまた本当にもう苦しいことなんですけど、で少し事態がこの先本格的に、まあ、全て片付きました、もしくは今少し一段落しました、なのでまた医師から頑張っていきますので松竹芸能さん戻してくださいって言ったら一旦きっと話を聞いてくれるような事務所なんですよ。それは僕すごく想像つくんですね。いやまあ僕が言うことですから何を言うとんねんっていうこともあるかもしれないですけど、でもそういう事務所なんです。だからこそ今こんな手ぶらで少し仕事再開するからって言って松竹芸能に戻させてくださいっていうのは口が裂けても言えないです。もうそれは今は迷惑でしかないので、ですのでいつの日かそんな日が来たら最高だなっていう気持ちを持ってとにかく目の前のことを一つ一つやっていくつもりです、はい。プランっていうほどおこがましいところまで計画は立てれてないんですが、とにかく先が見えてないので、でもやれることってまずは、まあ、2人揃って相方と舞台でライブからネタを作ってやっていくっていうところがもう結局全てで、今できることはそこしかないのでそこから頑張っていこうということで、まあ正直少し前からもうネタ作りっていうのもああだこうだっていうのはまた一から始めてます、はい。